勝吉ヨ勝吉カ一月二十1月29日から1981年8月3日は東京市四谷区出身の詩人、元日本音楽著作権協会会長、元東洋大学理事長、旧正中学時代から詩人として活躍。1920年にマサトミ応用の勧めで東洋大学に入学し、マサトミが主催する新進詩人に参加。 小島春吉のペンネームで、白地を誘って、野に出て、などの作品を表し、中央文壇に登場する。また在学中には、1921年に、井上康文らと、新詩人を、1923年に、同大出身の赤松月船、岡村21、岡本淳、角田武雄らと、起源を創刊した。勝ちの、こうした活動により、当時勝ちと、 同世代の詩人を志していた者の,の中では、東洋大学を志望する者が多かったと言われ、東洋大学は、詩歌人大学と呼ばれていた。1927年に東洋大学を卒業した後は、放置新聞社に入社指揮者となるも、1943年には、退社し、文筆活動に専念するようになる。戦後は、音楽教育活動にも参画し、 日本音楽著作権協会会長を歴任。また、全国の小中学校、高等学校の校歌の作詞を数多く手掛け、勝吉尾が作詞し、平井光三郎が作曲したものが多く見られる。1960年と1975年に学校法人東洋大学理事長に就任。1953年に駅伝を叩たたいてを読売新聞史上に発表。 この詩文は、箱根駅伝第60回大会を記念して、詩偽として刻まれ、オーロゴール、袋スタートの地点である足の湖の湖畔で見ることができる。ありがとうございます。